ます。いよいよ今日徳川家と大学の天気予報ですね、外れていい方向になってまいりました。実施予定場所はですね、向こうの道路際の方ですね、いつもよりちょっと遠い場所なんですので、受付のところでご案内をして差し上げたらいいのかなというふうに思います。皆さんこんにちは。こんにちは。一生懸命タコをあげておられる方、ちょっとお休みください。ただいまより、開会式を始めさせていただきます。第18回、社会福祉協議会の、今年度最後のイベントでございます。それでは、主催者であります、社会福祉協議会支部長の大門さん、ご挨拶お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。先週ですね、作ったタコを今日はいよいよ揚げる日となりました。今年1年の願いとか思いを込めて、タコ揚げをね、頑張っていただきたいなというふうに思います。この会場は少し狭いんですけども、伊藤はあんまり長くしないで少し短めにしてね、飛ばせるといいのかなというふうに思います。元気いっぱい、駆け回って、空高く、タコを上げていただきたいなというふうに思います。そして今年はですね、感染症がですねの心配がありますので、食べ物を食べる時とか、あとタコ揚げを終わった後はですね、必ず手洗いとかを、入念に行っていただきたいなというふうに思います。最後にですね、今日参加された皆さんには素敵な参加賞が用意してあります。帰る際に忘れずにもらって帰っていただきたいと思います。今日は一つ頑張ってね、タコをあげてください。頑張りましょう。ありがとうございます。大門さんありがとうございました。それではここでですね、お忙しい中この会場にかけていただきました南小学校の辻校長先生、マイクの調子良くないですね。じゃあ先生よろしくお願いします。改めまして、皆さんこんにちは。社会福祉協議会の皆様におかれましては、日頃より、南地区、南小学校、子どもたちをですね、優しく温かく見守っていただきましてありがとうございます。ここにもあるように第18回ということで18年、続いているたこ揚げ大会というふうに、聞いております。地域の方に温かく見守っていただきながら、このように子どもたちが楽しむ機会を作っていただきまして本当にありがとうございます。先週そして今週と、楽しいひとときを子どもたち楽しみにしておりますので、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。簡単ですが挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、それではこれからタコ揚げ早速始めたいと思います。タコ揚げるときには風の具合が、ちょっと定かではないんですが、私の感じではこのパークビューイングの方から風が吹いているような気がします。そうです、風を探りながら上げていただきたいと思います。で今この土の部分は、カラコーン置いてありますが段差があるんで、ちょっと気をつけていただいて中に入っていただいて入ってあげてもらっても結構です。自由に触っていただいて OK だと思います。それでは、これからピストルを撃ちますんで、その合図でタコ揚げを開始したいと思います。終了も
頭で合図をします。いきます、せーの、もうマグロと同じだ、止まっちゃダメだよ。骨が折れたやつ。あれ、あ、骨が折れたやつだって。だからやっぱり風の。おじさん高台してるんだよ。あれはすごいな。おすずしで曲がってんだから。そのまま。はい、こちらもさ、学校で。じゃあ学校で。お餅も入ってベタベタとして。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お仕事はできています。